おはようございます。こんにちは、こんばんは。会社員ラコくんです。翡翠ポケモンで一番の不遇といったら誰でしょうか？おそらく皆さんが思い浮かべるのはこの翡翠爆風でしょう。他のね、翡翠ポケはステロやらまきびし撒いたり毒麻痺眠りをね押し付けたりしてるのに、この子が得た百鬼夜行という技、名前はかっこいいのに威力が60で3割やけどっていうね、ちょっと他と比べるとちょっといまいちパッとしない。そんなパッとしないし、居眠り中の爆風をね、大活躍させる方法を探るべく、ラコくんはアマゾンの奥地へと向かいました。今回は新エース級トリル爆風をご紹介します。爆風の戦法として多いのは、やっぱりこだわりスカーフを巻いて相手の上から最大火力の噴火で暴れるというものだと思います。しかし、この戦法には2つちょっと自分的に懸念点があって、1個目はスカーフを巻いても抜けないってことです。現環境において素早さはどんどんインフレしてるので、スカーフを巻いても相手を抜けない事態がちょっと起きてます。2つ目は HP が削られると噴火の威力が下がってしまうっていうことですね。噴火は HP が満タンの時は威力150が出るんですけど、HP を削られると威力が下がってしまいます。その時、こだわりスカーフだと別の技が出せないので、威力が下がった噴火で突っ込まないといけないのがちょっと懸念点です。そもそも噴火だけじゃなくてね、この専用技百鬼夜行も使いたいと。そこで考えたのがトリックルーム。今回はミミッキュにトリックルームをしてもらい、呪いで退場、その後は翡翠爆風で噴火やね百鬼夜行で暴れてもらおうと思います。トリックルームは素早さが遅い方が先に動けるので、こだわりスカーフで追いつけない相手の上からも攻撃ができます。しかもこだわりスカーフを持たせる必要もないので、技の打ち分けも可能ってわけですね。今持ち物は特殊技の威力を上げるために物知りメガネにしてるんだけど、ちょっとねもっといい道具ある気がしてるので、ちょっとアドバイスくれると嬉しいです。テラスは爆風に有利な地面水タイプに打点を持つため、草テラスにして草テラバーストも採用してます。先手トリックルーム担当ミミキュ、そして今回の主役翡翠爆風、最後も後処理ね担当のイダイトを基本選出で、百鬼夜行の技にちなんでゴースト統一パでランクマを楽しんでいくぞ。はい、メイちゃんの羊さん対戦よろしくお願いします。俺はそうだな、誰が大変かって言われると、なんかシンプルに羽ばたく髪がちょっと怖いよね。シンプル髪が、まあミミキュいって、これもあれじゃない、待って、チョコマンがさ、一番下の相手の一番下のチョコマン、どうがこれスイスイなのかっていう。だけどそれは別に警戒してお墓参りすればいいだけで。いや、ラスト原始ムーマか、なんだっけ、ライボルトいるしさ、ボルトロスだ。いや、行くわ。ボルトロスさんよろしくお願いします。これはもう初手からトリルした方がいいんじゃねえか。10万ボルティングで感電、化けの皮ポキー。だからおへそ、ちょっと待って、ボルトロスさ、よく見たことなかったけど、なんかへそぴみたいのしてね、なんかめちゃくちゃ光ってない、テラテラ。あ、なんかそんなこと言ったらアップで見せてくれたけど、まあ、トリックルームしてるんで、まあ、呪いぶっかけちゃうか。ずっずっず。お前のそのへそぴが、なんか変な風に、ぐにゃぐにゃになれ。ミミチュくん、ありがとう。そしたらばですね、もう爆風で噴火よ。はい、爆風噴火体制入りまーす。ブー、メガネか。はい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 。噴火です。オレヨン、はい、強い。ボルトロスさん、さよなら。さあ、誰が止められるのかな。ウーラオス。どっち？連撃？連撃来ちゃいましたね。草テラスなんだよ、俺は。雪玉へ、テラバースティング。褒められるかな？この爆風を。爆刺さりしてんだけど、この戦い。何これ？うはははは、草テラスだ。え、テラス？マジか。何？水。ちょっと水、頼む。マジで水。ウィー、はい、テラバーストと
涙の寺、涙の数だけテラバースとかぶっ刺さっていく。はい、さよなら。これウーラオスいた今ねえ、ウーラオスいました。あれ見えないな。ラスパオジアン。え、けどまださ、ちょっと待って、まださ、まだトリルだよね。これ噴火でよくない？やべえ、封じ。やべえ、噴火が全然入んない。みんな、噴火が全然入んない。ちょ、意味わかんないぐらい入れ。強っ！めちゃめちゃ強いわ。いや、さすがにやられるよね。これ呪いでも適当に落としとくか。ありがとうございました。はい、いろはさん対戦よろしくお願いします。まあ、これちょっとあれだな。神剣じゃない。パオジアン注意。パオジアン注意だし、ディンルーもちょっと嫌なんだけど、ディンルーもちょっと嫌だな。原始ムーマから行く？あのウーラマスも水なのか。あのウーラマス水かな、やっぱり。爆風も出しづらくね、正直。だけど、うまく合わせられれば草テラバで、さよならバイバイにはなるんだけど。いや、ちょっと待って。あ、終わった。ま、押しました。押しミスした。羽ばたく神行きたかったのに。カイリュウさんよろしくお願いします。カイリュウさんね。まあいいでしょう。クボクチャージで素早さ上げて、とりあえずこれ甘えるいっちゃっていいですか、これ。うわ、飛行テラバや。これはもう初手の飛行テラバや。うえーん、これ一番めんどくさいやつ。とりあえず甘えるして、ちょっと一番めんどくせえぞ。うんフォするしかないか。特攻ダウンは別にどうでもいい。テラバー。うわー、この1ガチででかすぎる。ガチででかすぎるって。これ神調整です、普通に。耐えるって分かってたから大丈夫です。これでも1で耐えるって分かってたんで。とりあえず突っ走してきてくれて、特攻ダウン。テラバで、バイバーイ。そしたら、じゃあミミキ行こっか。ゴツメとかじゃないから、普通に殴っていいよね、俺。じゃれつくで。あ、引っ込めて？あら、よっと、引っ込め、テアサンダーか。ふん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 。おい、寝ぼけてんじゃねえぞ、ミミッキュくん。まあ、これ、トリルしましょう、じゃあ。放電大会。ちょ、ビリビリしないで。ビリビリしないで。ビリビリしないで。あ、けども、化けの皮剥がれてるから、ビリビリしてないか。はい、トリル。あ、呪いまーす。そなたを呪わせていただき申す。しかし、ラスト。え、強っ！それ耐えんの。普通にでかいんだけど。でかいのか。ジャルスが当てて、マジで。あ、引っ込めた。3人目か。あ、ウーラオス。ちょ、当てて、マジで当てて。マジで当てて。天才。天才。まあ、けど、玉ダメで、やられちゃうけど。命が少し削られる。よし、翡翠爆風や。ちょっと待って、勇者になれるって、これ。マジで。これガチ勇者。これガチ勇者だよ。これ上から噴火でも終わりじゃん。ちょっと待って、これサンダー待って、これサンダー。ちょっと待って、ご詰め症？待って、サンダー待ってよ。落とせる、これ。マジで今勇者になれるぞ。いや、噴火で落ちる、これは。さすがに。はい、最7。はい、噴火。ドガーン。ラスト。ヘイ、ラスト。ちょっと待って、まだトリルターンある。トリルターン次第なんだけど、時空戻ってない。時空戻んないで、マジで時空戻んないで。俺の勝ちだ。さようなら。ありがとうございました。マジで神だわ。最高。
ありがとうございました。ドゥーン、強っ強い。てかでかくない？この爆風、なんかもう見切れそうなんだけど。普通にガッサン、これはもう草テラスですよ。草テラス、しかもマッパ打てないからね、うちゴーストタイプなんで。草テラス噴火ですよ。え、なになになに、水、なになになに、あ、ノーマルか。はいはいはい。別にいいですけど。はい、眠りませんよ、僕は。眠りません。はいね。ちょっと待って、ガッサの方が早いんですけど。はい、噴火。ドガーン。カラー元気。え、耐えて。耐えちゃいますね。ありがとうございました。ワンチャン交代してくれたら、マジででかい。もう、百鬼夜行の一環がやばいって、あなた。はい、百鬼夜行行きまーす。ほう。あ、ドラバが助けか。ナイス。素晴らしいダメージ。やけど？え？百鬼夜行のやけどこれ。ちょっと待って、初めて見た。ちょっと待って、最高なんだけど。最高なんだけど。